はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、今日は伊豆の木の方にやってきております。雪がこちらでも降り積もりまして、子供たちがはしゃいでました。皆様のとこ大変だったじゃないでしょうか。無事に過ごせているように願っております。ね、雨は降ってないですけど、まあ雨のようなのみぞれのような雪のようなのも降り続いてたので、木の根っこがいい感じで見えてきてます。もう掘れる分だけ掘って、あとはもう諦めて切るという作業を今日はちょっと頑張ってやってみたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。じゃあ頑張っていきましょう。はい、前回はここですね。こいつがどうしてもやっぱ抜けなかったんですよね。下に潜ってます。なのでちょっと難しい状態で、その横にこう、こっちにこう分かれてたやつですね。それがこの糊面のところ、梨の木、柿の木が植えてある糊面のところまで来てましたね。結構長いって皆さんコメントくださってたので、ね、あんな本当枝が埋まってるかのような柿の木、こんなとは知りませんでした。と今日はどうしようかな。多分これも真下なんですよね、角度的にちょっと難しいかな。ただこれのこっち側をちょっと掘ってみようかなと思ってます。この細いやつね。で、あとはこの周りをちょっと掘ってみて、いけそうだったら掘れるとこまで、無理そうだったらもうノコギリで切る作業をしていきましょうかね。見えるから、これ掘ってたらここの一段下のやつですよね。この根っこがぐにゅんと曲がって掘ってたやつの上に重なってます。あ、もう掘れない。ここまでも結構あるけどな、向こうまで行ってないかな。これだったらあっちまで行ってみようかな。時間あったら開けてみようかな。
割と乗り面側に向いてたら先でプツンと切れてるんですよね。だから行けるかもしれない。メロみたい。これをちょっと狙ってこっち向きに掘ってみようかな。一回ちょっと見えにくいと思いますけど、ここのこのこれね、こうなんか鳥の足みたいに映ってるのがあると思うんですけど、これがこっち向きにこう伸びてるので、ここを掘ってみます。ちょっと深いけどやってみよう。もうダメだ、落ちてくる、深すぎて。よいしょ。ダメだな、ちょっとここまで深すぎて落ちてくる。よいしょ。まだ超硬い。今までにない土の硬さになってきた。急に硬い。この下の層が。はい、こっち側はね、なんとか浅かったから取れたんですけど、この反対側が、暗くて見えないんですけど、このね、一段下の太いやつがこう捨てて、こうカーブして、でこっちの奥に入ってます。でこれもまあ深く掘ればいいかなと思ったけど、ここの下の層が急に硬いです。刺さらんの。スコップがグッて刺さらないからちょっと難しいかな。あ、やばっ、すごいね。おお、ダメだ。どんどん持っちゃう。深さが結構あるから、どん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 下に外れていく。掘ったところからですね、もう次のとこが、前のとこがすぐに埋まっちゃうので諦めよう。どうもならん、こら。切るか。じゃあここで切ろうかな。一回ここでね、もうちょっと土にまみれてるので手の子で頑張ります。長いの。すごいやろ。超投げのよ。取れんの。これ。
たの。こっちは取れたの。ここがもう取れないから切ってんの。また埋めようと思って。そう。だってこんな土掘れないもん。こんなお山土。ああ。そうなんだ。僕の使ってるよ。そうなんです。一食ごて借りました。いいよ。すいませんな。いいよ。ありがとう。よいしょ、バッケイ。ひとまず取れたけど、本当はね先っちょまで切りたかったけど、まあ太さ的にもそんなに先はないと思うので、まあ枯れてくれるでしょう。2本目ゲット。じゃあ最初に手をつけて下に潜ってって取れなかったやつ、あれを切りたいと思います。日の目を見ることはないな。オッケー、よいしょ。ああ、おれだけでもこんな長い、すごいな、マジですごい。よいしょ。オッケー。じゃあ、トウモ。もう長いやつが来たな。これ最初、さっき切ったやつ。これも長い。すごいね。これそ、この速攻信じられないんだけど。何これって感じ。柿の木って不思議。なんか他の木の根っことなんか違う感じがする。まあ杉の木みたいな。あれしか知らないけど。杉と竹しか知らないけど。あ、すごい。今日も大物ゲットや。角度不思議。よいしょ。また埋まっちゃったこっちが。はい、今日は3本ぐらい来たかな。こっちがなくなった。すごい、なんか本当手足をもがれたタコみたいな感じでかわいそうに。あー、毛が切ったね。でもまだこう下に潜ってるので、これはもうどうしようもできない。にしてもこれすごい本当太いわね。でもまだ生きてますもんね。また生きてるのは本当無理やわ、人力では。でここから伸びてるこの2段目のところですよね。そいつがこっちにこう来て、こっち深く行ってます。でこの太い外側のやつ、1段目のやつは、こう来て、さっき抜いたとこの真横に走ってますね。
遠くの辺は多分もう切るやつ、ちょっと掘れたら掘って切る、そのセンターね、掘るところさえ見つけたらすぐに切ろうかな。どうなるか、ここまで来たけど今日はこれが初日に抜こうと思ったけど抜けなかったやつね。今日最初に抜いた方ね、こっちは表面をポロンと出たけど諦めて切った方で、最後に直角のやつね、これ切り株にこう当たってたやつですよね、多分最初の方に巨大な杉の切り株抜いた時にこれなんだってすっげえ直角に曲がってるみたいなって言ったやつ、本当この柿の木の根っこのこうなんていうんですかね、側根の伸び方とか根の張り方、結構カクンカクンって曲がったりとか、あと太いのがこう広く伸びていくっていうのがすごい不思議、今まで見た根っこと感じが違うからちょっと楽しいですけどね。でもまあちょっと来てる切り株はどうしても人力で難しいので、もう切りながらですね、できる範囲でやっていきたいと思います。あとはちょっと今度からちょっと太いところになるのでどうなるか分かんないです、どこまでいけるか。またも楽しいさんと相談しながらやっていこうかと思ってますので、またよかったらお付き合いいただけると嬉しいです。ということで、もしよろしければ高評価、温かいコメントいただけますと励みになります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ、月でした。草刈り機の音がする、私が刈り残したとこ買ってくれてるのかも。